ロラッカーの言葉の紹介です。マネージメントとは、ニーズ、ウォンツ、顧客の変化に合わせて人を成長させるべきなんだと。組織、会社とは教育機関なんだっていう表現があるんですね。つまり、会社は人を育てなさいと、教育しなさいと、成長させなさいと。 言ってるんです。そして僕はその通りだと思っていて、人の成長こそが企業の成長なんです。なんか上手い話とか、上手いビジネスモデルだけで会社を成長させようと思ってもうまくいかないんです。やっぱり会社というのは人の集合体ですから、その人がお客様の変化とかニーズがわかるとか、ウォンツをちゃんと察知するとかして、そのチャンス、オポチュニティというかチャンスに対してある商品を提供して、 利益を売上を立て、利益を立てていくという、それができるように、社員が全員が成長すること、それが会社が成長することなんだというふうに僕は思っています。